ゃインスピレーションじゃない。イエーイ、ジャンゴとジョヘとノリのジャン君、誰やねん。さあ皆さん、ここはどこでしょうか。ナギンですね。僕はすごいね、ウキウキで来ました。車のね、道中ほぼ誰も喋ってくれませんでした。どうしたの、なんかあったの聞いたら。怖いんですよ。いや、怖いよ。どうでしょう、こっち。さあ、ということでね。ですよ。ですよ。ですが、今回は、さらに本気を出すために、あるミッションを追加しています。本日はこの後、お酒飲んでもらいます。やってるわ。あー、飲んでもらいます。お酒飲んで、金銭価格ガバガバの状態で、銀座で、ガーツーバツの好きなだけ、バーッとしましょう。そう、なんでかっていうと、これ一個の夢で、ハイブランド買ってる時に自制心が働いて、これはやめようってよく思うんですよ。はいはいはい、はい、酒飲んで行ったらありのまま行けんじゃねえかなっていうところで、まあ、そういうとね、今日夢が叶いますと。あー、なるほど。無理なんかね、5万しか使いたくないみたいな。いや、もう今回はほんと5万。やる気ないじゃん、5万。いや、違う、5万って言っとけば7万までしか使えないでしょ。いやもう7万7万です。いや、でも僕もね、結構気合入ってますからね。スキーズでもうどうせでやるだろうなと思ってましたから。もう先を僕もう先見据えすぎて、この後帰りに青木亭で食う、これまで見据えてますから。行くの行ってないけど。すごいな、意識。さあ、ということでこの後お酒飲んでガバガバになった状態で挑んでみましょう。頑張ってください。100万企画を超える可能性は大いにあると思います。腹くくってレッツそうそうそう。いやー、そうなんだけど、徐々にエンジン入ってますから。何も飲んでないのにもう酔ってます。パスタの店でいいね、お酒飲みましょうか。あー、行こうか。行こう。さあ、やってまいりましたよ、いらっしゃい。お先に3名です。お先にね、乾杯。コアラ上限が7万になりました。お見せてくださいよ。CM しちゃう。それいるのよ、もう。もう CM 狙ってるんで。あー、CM 行ってください。まずそうやね。大丈夫かな。ヒストラット来ました、到着しました。なんか、大焦りで何してんすか。あ、1週間結果中っすか。そう、聞こうとなんだ、顔見そうなんだ。俺もう、気持ちよすぎて、この店で10万使うかもしれない。はい、行きましょう。行きましょう。うわ、おーやー、いい。今、上限いくら10。まあ、こんな感じで、はい、ベロベロになって、行きましょう。行きましょう。買ってきました。言ってもうたね。いや、もうちゃんとみんな酔っ払ってやっぱ緩くなっておもろかった。ハイブランドのね、ちょっとね、残念なところはちょっと動画が撮れないんで。そうね、多分だってもうグッチの店員さんナンパしみたいな。お姉さんが可愛いって言ったら買っちゃうもん。バカな金持ち。ということで、楽しみにしていた罰ゲームを発表していきます。みんなで一気に適当に数字出そうって言って出して、あの、今回2位が罰ゲームを受けることになりました。はい、インスタの投票は、公式インスタでもありますので、下の概要欄から飛んでください。お願いします。今回の罰ゲームは、うん、一人動物、人気な動物ベスト3と一緒に写真撮って、それをツイッターに投稿する。決定。おー、ということで、また帰ってから細かく紹介していきます。はい、はい、レッツマスロマドン。マスロマドン帰宅。いつも次の日やん。疲れちゃって。ということで、はい、買ってまいりましたものを紹介していきましょうか。はい、じゃあのりさんからお願いします。お願いします。はい、今回は絶対に皆さんいいねをよろしくお願いします。はい、ということで、私なんと上限金額、5万で、まあ7万いったら、というところで、はい、まあ普通にバーって買ってったら17万で。だってもうなんか買わなきゃいけないとか言ってたもん。さあ、何を買ったんですか。あ、どうもこちらです。マレンシアが、マレンシアが、このハイブランドの開封がいいよね。スピードハンター。スピードハンター。スピードハンター。
うわー、これで6万円という安さ。安さ。安かね。そしてここにバレンシアが書いてある。そうですね。ノリさんはね、このロゴがないとやだ。そう。で、後ろもあるんですね。ここね。あー、すごい。はい、これ以上です。はい。続いて、こちらですね。グッチさんです。出たー。グッチさん来ました。あのね、ちょっとテンション上がりすぎて、家帰ってもすぐ開封しちゃったんで。運命らしいですね。そう、これちょっと出会っちゃって、で、なかなかグッチって、小さいサイズがないんですよ。そう。XS ありますよ、つって。やりましょう、つって。必死になんか周りに言い聞かせてる。そうそうそう、しょうがないんだって。これでこれ一番酔っ払った時ですね。そうですね。今回のテーマ、財布に厳しいが目に優しい緑だぞ。これですね。綺麗な全体がもうグッチみたいなカラーだ。そうで、こここれも実はグッチじゃないです。なんでもないです。品川ですか。じゃあターボさん、僕もテンション上がってもう開運しちゃいましたもん、これ。こちらバレンシアガー。このシンプルめな感じでございます。思いきや後ろを見たら、あいやー、これマジかわいい。これマジかわいい。あ、何がいいかって言ったら、このシルエットなんですよね。お前最近シルエットしか言ってない。なんかアイラブテクノだけっていうのはね、渋いんですよ。そう、いくらですか。これは6万円です。2点目ですよね。何度も身につけてます、これ。僕はキューブ状になってる。そうです、キューブで、どっから見ても G です。こっから見ても G です。うわ、輝いてる。でね、このちょっとね、チェーンが太めなの、これがミソです。チェーンかっこいいね。そうそうそう、いよいよ全部グッチなんです。そう、これいくらですか。これが5万5千円。まあ約12万ということでね。ちゃんと10超えてくると。はい、テーマ言いますか一応。はい、グッチの森に仕上が迷い込んじゃったですね。ありがとうございます。次次か。グッチ、じゃあ僕行きましょうか。グッチでございます。当たり前のように出てくるグッチ。ほんと不思議なチャンネルよね。ね、月1で当たり前にグッチとか出てくる。おお、まだ未開封。ここで高まる人多いから。いや、わかるわかる。これ高まる人多い。そうそうそう。なるほどね、破るシーンも好き俺。おお、グッチのハーフパン。おお、ボタンの方が全部ボタンになってる。え、めっちゃ可愛い。でもグッチのパーパンって初めて見たかもしれない。いや、だから迫力すごすぎて斬新だよね。クソかっこいいなと思って。これ1点で終わりです、僕は。私がやっぱ、いや、なんか冷静して振りちぎりたかったんだけど、冷静に考えると、なんか人と喋ってるのにすげえ冷めてくる。あと、シンプルに時間があんまなかった。ハイブランドって8時に終わっちゃうんで、なんかね、気づいたらもう7時半とかになってて、時計のこのラバーも買いに行ってたから、まあこれが大体4万ぐらいだったんで、12万円です。あー、12万。まあテーマとしては、グッチギャン。ギャンの意味なんだ。グッチギャングっていう、あるんですよ、そういう有名なワードが。あ、そうなんだ。誰も知らない。もう一番前、グッチギャング。グッチめっちゃ持ってる人のこと、グッチギャング。グッチギャン。インスタのタグとかによくありますんで。あ、そうなんだ。見てみてください。はい。お次は。恭平いきますか。はい。恭平、恭平。恭平、どうぞ。はい、あ、ちょ、僕の買ったものは、これです。じゃん。お、怖いぞ。ラインがいいよね。怖い、怖い。蛍光緑の結構シルエットが良くて、いつの間に、あ、いいですか。バッテンじゃないオフホワイトショットね、俺ね。オフホワイトと張りつつもランドスケープ、これ今新作です。じゃじゃーん。こっち見せてた方が良かったで、もう1点買ったんだけど、これはサブちゃんのおしゃれパンチの道で紹介します。あ、1枚だけなの。合計は2枚ってことでしょ。あ、2枚。合計いくらだったの。合計8万2000円です。8万2000円。もうほんとオフフォアだよね、君はね。今着てんのもフォアでしょ。そう、じゃあじゃじゃん。じゃじゃん、じゃじゃん、お前。じゃじゃん。テーマはオフホワイトギャングで。疲れるわ。私はこれ見てください。バン。俺もオフホワイトなんだけど、俺今までブランド系買ってきてサイズがないのよ。なんと僕のサイズがあったんですよ。じゃじゃーん。見て。あ、でかっ。これ、でかいでしょ。裏もこれ見て。なんかスプレーっぽくさ、こうやって。おしゃれ。かわいい。で、これお値段なんと42000円かな。僕これ1点だけです。お酒入ってないか。はい。ああ、なるほどね。テーマなんですけど、ジャイアントホワイティングプレス。オーケー。どうですか。見てこの顔。いつも同じ会話してる気がするね。で、二人ともね、じゃじゃんって言うんだよね。言ってないよ。いや、じゃじゃん。じゃじゃーん。最近この二人のさ、プライベートの一心同体化がすごくて、完全に共演って言ってるのに、うんとか言って。5人のコーディネートが揃いました。よし、 ST スタジオ公式インスタグラムにてこの後投稿されます。こちらのインスタにいいねをしてもらって、今回2位の方1人で動物園に行って人気な動物ベスト3と写真撮って。マジでやばい。ノリさんはいつも1位なのでハンデなし。僕
僕が大体2位が多いので250ポイントです、うん、はい、で、ここが500ポイント500ぐらい、はい、この前この500ポイントでターボーさんが1位になっ取ったんだよね。もうね、順位が分からなくなってきて、そうならないんです。俺一番なんか宣伝しにくいわ。ビビにやろうかなって。じゃあ、概要欄からでもいいですし、インスタグラムで ST スタジオを調べてもらって、いいねよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次のインスタバトルでお会いしましょう。バイビー、バイバイ、バイバイ。